じゃあ車準備できてるので行きましょうか。はい、ありがとう。では行きましょう。じゃあ足元気をつけてください。いってらっしゃい。じゃあこの車に行きます。ちょっと荷物入れるので少々お待ちください。じゃあお荷物をお願いしますね。ありがとうございます。じゃあ階段上りは1、2、3でこちらお座りください。ありがとうございます。じゃあ足元に失礼しますね。今日は3回目の人生です。はい、3回目。いいです。楽しみ。もう慣れてきました。そうです。どうかな。まだけど、楽しいです。楽しい。あ、よかった。嬉しい。YouTube ですか？ YouTube です。お、じゃあもう絶対見ますね、すぐ。見てください。コメントしますね。登録してください。上の方、屋根の方、下がっていいですか？あ、はい、あげます。上げますか。上げた。終点はじゃあここに戻ってくるのも大丈夫ですか？それでも OK です。はい、わかりました。ありがとう。OK です。じゃあちょっとここ手入れると暖かいんですけど、今日はカメラがあるのでね。ありがとう。少々お待ちください。はい。はい、じゃあ持ち上げますね。背もたれに体重お願いします。1、2、3で持ち上げます。いきます。せーの、1、2、3。お尻のところ隙間あると思うのでキュッキュッと後ろ詰めていただいて、はい、じゃあ、 お家のソファーの感じでくつろいでもらって、今日は、ね、寝そう、寝ちゃう、ね、寝るかもしれない。途中でカメラ落としちゃうかもしれない。そしたらはい、ちょっとバックします。ありがとうございます。行ってきます。いってらっしゃい。そうか、行ってきます。だと翻訳があって、さっきお話してたのに行ってきますって言っちゃった。多分そのまま行ってきます、書きます。あ、ありがとうございます。同じだけで。難しいですよね、やっぱり翻訳するのって。なんかニュアンスとかもやっぱまたちょっと違いますもんね。そう、たまに難しいですね。日本語と英語のちょっと違いがあるですね。私も難しいです。英語はどうですか？喋りますか？英語は、なんか、ちょっとだけなら。ちょっとだけ。いや、全然喋れないです。でも、日本語でいいですよ。日本語で大丈夫ですか？ちょっとだけ、なんか、ハローとかだったら言える。そうね、いいね、いいね。仲良くなれると思う、でも。ちょっとは。じゃあ、ちょっと最初にこちらで、お時間の確認と自己紹介させていただきますね。最初に自己紹介させていただきます。じゃあ本日担当させていただきます、秋元由香と言います。由香ちゃんでお願いします。ちょっとね、いつもと髪の毛が違うんでみんな気づかないかもしれないけど、いつもの由香です。じゃあコメントを楽しみにしてます、ね、はい、もう私YouTube 見るのでみんなコメントいっぱいしてくださいね。ありがとう。じゃあお時間の確認させていただくんですけど、今私の時は3時4分なので、今日20分のコースいただいたので、まあ、25分過ぎぐらいにまた同じ場所に戻ってまいります。よろしくお願いします。ありがとう。ちょっと前回と、じゃあ前回が葵ちゃんの時にあっち行ったんですか？はい、同じ似てるコースかもしれない。あ、似てるかもしれない。出発します。入れるけど、中心は、はい、皆さんですね。働いてるスタッフが中心です。リリキシャのお兄さん、お姉さんが。そうです。お兄ちゃんまだ入ってないですけど。あ、そうか。じゃあお姉さんが。まだ最初はお姉さんたち。お姉さんをメインで。
れて人気者になったんですね。もうぜひぜひバズらせましょう、人気に。再生回数よね、みんな人気あるですね。あの多分みんな日本本当にだんだん外国人が来るだったらすごいお客さんが増えると思いますね。みんな会いに来てくれますかねすごいと思います。もうありがたいことにあのインスタグラムのメッセージとかですごいあの応援のコメントたくさんもらってすごい嬉しいです。よかったよかったね。みんな頑張ってる姿がみんな多分ちょっと感動してる感じですね。あ、嬉しい頑張り屋さんなんで。じゃあもともと一番最初が愛梨だったんですか。そうそう、今日3回目と愛梨と葵と今日ゆっくり、うん、ありがとうございます。最初緊張しませんでした、人力車大丈夫かな。僕乗るの乗るの、緊張してないですね。あ、本当に大丈夫。リラックスして、リラックス、結構スムーズね、乗り方が。うん、すごい気持ちいいです。あ、よかった最初やっぱりなんか持ち上げるから最初ちょっと怖いなって思われた。これは大丈夫、みんなもしかして上手から大丈夫。あ、本当に、ね、ベテランだからえ、だって何年目ですか。なんか1年ぐらい。1年ぐらいですか、はい、それだったらだいぶ慣れたですね、はい。人力車って最初に研修制度があって、うん、練習して運転の練習と歴史のお勉強をとか、あといろんなお店のお勉強をして、ね、一人前になったらこうやってお客様を乗せてご案内するので、みんなやっぱり運転は上手で安全に安全第一でやらせてもらってます。いいですね。あのどのくらい練習しました。私は人によって期間が違うんですけど、私は 3,4 ヶ月かかりました。おお、長いですね。結構長め。私もともと運動経験がなかったので。なるほど。結構手こずってしまって。それもあり。はい、運転免許より時間かかったですね。かかりました。運転免許2週間で取れました。合宿だったので。あ、持ってる？はい。あ、なるほど。車の運転よりも難しいです、こっちの方が。なるほど、はい、今通ってるのがオレンジ通りっていう通りです。地面がオレンジ色になってます。恐れ入ります、人力車通ります、恐れ入ります。もともとは区役所ってなんていうんですかね、区役所、スリーホール、あ、スリーホール、うん、スリーホール、役所はなんていうの、区役所？あ、区役所。ホール？ホール。シティ、シティホール。シティホール。シティホールだった。タウンホールでもいい。あ、タウンホールだったので、あの区役所がここにありました、右側のところに。だったんですけど、それが移転した影響で今オレンジ通りで親しまれてます。今は浅草公会堂って言って、ここはあの成人式、おー、成人式の20歳の儀式みたいな会だったりとか、いろんなイベントをここで今やるホールになってます。で、右側ちょっと床のところにたくさん手形が、銀色のプレートが埋まってまして、手形がたくさん並んでいます。あれがスターの手形。あ、本当？で、そうなんです。スターたちの手形とサインがずらーって並んでます。日本の芸能人。あ、そうです。一番最初に押したのが美空ひばりさんっていう日本ですごく有名な方がいて、その方毎年5人ずつぐらい今も増えてます。あのアメリカのハリウッドみたいな、はい、そうですまさに日本版ハリウッドですね、ここは。なるほど、もうそれが面白い、はい。こちらが今通ってるのが伝法院通りって言って、江戸時代すごく昔の町並みを再現しています。ちょっと今と建物の作りだったり景色がかなり違って、今はあの地面はコンクリートがあるので